回はですね、タイヤのお話ということで、数日前に動画を開けたんですけども、そちらの続編的な動画といいますか、そちらを、今回取り上げてみたいと思います。で、端的に言うと、スタッドレスタイヤ、私が先日まで履いてたんですけども、ブリヂストンの VRX2 という、スタッドレスタイヤで、こちらの方はかなり、高性能のスタッドレスタイヤとして認識されています。でですね、こちらの方が、もう摩耗して、雪道では非対応品というふうな、感じで、先日、メンテナンスのために、カーディーラーの方に行った際に、整備に、担当になっている方から、聞かれました。でですね、こちらの指摘を受けて、Amazon で、ピレリの アイシャーシントメディコプラスというものを、購入いたしました。でですね、こちらですけども、販売価格が4本セットで、24,500円だったか800円だったか、そのあたりだったはずです。でですね、これ組み付けのエプランとか、入れてなかったもので、ちょっと近場のガソリンスタンドにお願いして、組み付けてもらいました。でそちらの方が工賃、11,000円でした。持ち込みであれば、このくらい4本セットでこのくらいというのは大体の相場のようですので、高くもなく安くもなくということですね。で、4本で3万5,000円、6,000円というのは、本当いいスタッドレスタイヤとなれば、1本で、そのくらいの価格になります。なので、いい買い物だったのかなというふうに個人的には思ってますし、こちらの、ピレリのアイスアシントメリコクラスというのも評判も上々のようです。もういろんな決めるにあたりまして、いろんな、車系 YouTuber の方、一番参考にしたのは、スタッドレスのレビューアーの、レビューの、YouTuber の方として、雪道太郎さん、北海道札幌市近郊に近郊なのかな、札幌市なのかなにお住まいの方で、もう自費で、アジアンタイヤから国内の、メーカー、いろいろ、毎年検証されており、今年も、何本か検証動画やっておりまして、あと実際比べたらどうだろうってことで、過去にスケートリンクを借りたりとか、あと札幌市郊外になるのか、他のエリアになるのかはちょっとわからないですけども、そちらの方の、なんか屋外のマック、駐車場か何かですかね、を借りて、周回して滑るかどうか、PH かどうかっていうのを、検証しているようでした。で、それで、こちらの今私が履いている前のバージョンですね、アイサーシントメリコ、辛さがつかない状態ですね、結構かなりいい評価をしているようでした。もちろん、アイサーシントメリコプラスの方も、今シーズン履いて、かなりいい評価を出しているようでした。でですね、私も、ドライしか経験しておらず、高速とかも今乗ってるんですけども、走行音聞こえますかね。スタッドレスといいますと、独特な、ノイズとか出ることがあるタイヤもありまして、あんまりスタッドレス履いてるの好きじゃないという方もいらっしゃいますが、
私今この男、まあ、幸福諸行ですね、池袋線、を、シーズ、都心、まあ、中央環状線の方に向けて走の、山手トンネルの方に走ってますけども、そこを聞いての通り、まあ、今、EV モードだってで一番分かりやすいかと思うんですけども、特に、うるさいという音とか、なんかノイズ的なものは特に感じられません。でですね、ドライの性能しかまだちょっと見てないんでわからないんですけども、まあ、音もそれほど変なノイズとかも乗ってませんし、これは結構いいのではないかなっていうふうな私の見解です。でですね、まあ、スタッドレスというのは、まあ日本国内メーカーのものであれば結構柔らかいものが多いんですよ。で、この柔らかさで要因としまして発泡ゴム、まあ、簡単にも紙買いって言えば実際違うんですけども、ホットケーキ、焼いて食べたこともある方も多いかと思いますけども、あれをイメージしてもらえればもう中にこう気泡状なものがこう気泡状の粒々が、結構あるんですけども、あれをすごく細かいようなものが、ゴムの内部にあるという感じですね。でその、ゴムの粒々の気泡と、あとサイプと呼ばれるあの細かい、溝ですね、これのダブルな効果で、この氷の上にある、水の膜、これを排除してなるべく滑りにくくする、止まりやすくするし、発進もしやすくする、このような、構想で作っているようです。なので、国内の、メーカーにおけるスタッドレスタイヤは、柔らかめが多いということになります。でですね、こちらの、ピラリのアイザーシントメリコプラスというのは、結構硬めです。日本国内メーカーでいきますと東洋タイヤも結構硬いというふうな感じで、雪道太郎さんの方の動画で、見た覚えがありますが、多分それと同じレベルか、それよりちょっと硬いかですかね。まあ、私コード系持ってないのでどのくらい硬いかはわからないんですけども、だいたいスタッドレスタイヤよりは柔らか硬くて、普通の夏タイヤよりは柔らかいというふうな感じに思いました。なのでまあだいたいスタッドレスタイヤというのは45から、55、まあ、55後半いけばちょっと硬いなというような感じの評価を、されることが多いです。でですね、こちら夏、まあ、ごめんなさい、夏タイヤは、逆にもうちょっと硬くて、70くらいから始まって、90前半、まあ、40のやつだと90前半、もう S タイヤとかって言われるのは、もう競技用のものですと、100近いものとか、100超えるものとかあるそうです。それを考えると、まあ、これは結構やわやわなタイヤというよりも、がっちり、硬いタイヤというふうな感じだと思います。まあ、オールシリーズタイヤも結構、スタッドレスタイヤよりは硬くて、ノーマルタイヤ、夏タイヤに比べたら、硬いのかな、柔らかいのかなっていう感じのタイヤなんですけども、それと同じような特性と言えるのではないかなっていうふうに思います。なので、どちらかといえば、雪があんまり降らないエリア、南関東から西、
東海地方、あとは、関西方面、関西地方、あとは、四国、九州、あと山陽地方、この辺りにお住まいの方であれば、このケレリのアイサーシントメリコプラス、こちらはおすすめできるものではないかなと思います。まあ別に雪道っていうがっつり雪国の、北海道東北エリア、あと、北陸山陰地方、こちらの方々におすすめできないかといえばそういうわけでもないと思います。雪道太郎さんの動画を見る限りは、そう、まあ、あの方は北海道の方なので、まあ、性能は十分だと思います。まあ、いろいろレビューとか見ても、まあ、ちょっと昔のスタッドレスタイヤくらいの効きかなっていうふうに評価している方もいれば、もうこれで十分だよっていう評価している方もいらっしゃいます。で、まあ安く、まあ、スタッドレスタイヤというのはまあ消耗品ですけども、まあ、スタッドレスに限らずタイヤというのは消耗品ですが、結構高い価格になっています。まあ、私塗っているこの、フリードホンダフリードハイブリッド、こちらのタイヤサイズが 185-65R15 という、まあ、5ナンバークラスの、乗用車としては、まあ、標準的というか、まあ、一般的というか、まあ、よくありがちなタイヤですけども、まあ、そこそこ、求めやすい価格で、まあ、ちょこなで言ったように、購入いたしました。で、そういうふうな感じで、まあコスパは多分いいと思います。まあ、多分これ2シーズン、3シーズンは確実に持つと思います。前まで履いていた、ブリヂストンの VRX2 というタイヤは、こちらは、なんだかんだで、2シーズンは一応持たせました。で、まあ、こちら3年前の10月に、購入して、で1ヶ月半だったか2ヶ月だったか、ガスタイヤを履いて、でスタッドレスに変えて、で、春になったら変えてというパターンで2シーズン行って、で、今年、まあ、12月後半に変えて1月の頭に変えた方がいいですよって言われましたので、まあ実質、まあ、2シーズンちょっとで、交換することになりました。で、まあ私自身結構距離乗る、自家用でちょっと仕事をしてまして、まあ、結構1日の距離も、まあ、走るときは200キロくらい走るので、それを考えるとまあ一般よりも走行距離多いので、まあ、それを加味すれば、まあ、一般的といいますか、まあ、あんまり走らない人、まあ、月にそうですね、1000キロ、2000キロレベルの方であれば、特に、3年、4年くらいまで、3シーズン、4シーズンくらいまではいけるのかなっていうのが、私が思うところですか。その VRX とかの、まあ、いいタイヤですね。ただ、まあ、もう早めに早めに交換していきたい、まあ、なるべく新しいタイヤでいたいというんであれば、まあ、今回のようにピレリの VRX2 が、ごめんなさい、ピレリのアイサーシントメクトリックプラスですとか、あとの、他のアジアンタイヤですねですとかでもいいと思います。結構南関タイヤという台湾のメーカーあるんですけど、こちらの方横浜タイヤと、業務提携していた時代もありまして、で南、まあ、台湾は、まあ、本当ちらつく程度も雪が降らないエリアなんですけども、こちらの方で、まあ、北海道だったかな
にあのテストコースも自前で用意したっていうくらい、まあ、対日本向けの商品を力に対して力を入れてるメーカーのようです。で、そういうメーカーであれば、まあ、結構効くスタッドレスも作ってるようで、AW1 だったかなという、スタッドレスタイヤ、これはもう雪国の人も安心して乗れるアジアンスタッドレスということで、まあ、雪道太郎さんとかでも評価しているようでした。で、こちらは、まあ、結構ブリヂストンみたいにやわやわなタイヤですので、まあ、南関東以西のほとんどドライ、たまにウェット、年に1回くらいは、スノー&アイス路面になるのかなというふうな、方であれば、避けた方がいいタイヤのようです。もう4南関タイの AW1 だったかなっていうのは、まあ、40台、だそうです。なので、まあ、結構ガリもうドライ路面であればガリッガリ削れちゃうみたいな感じのタイヤなようです。それ、まあ、まあ、国内メーカーに比べれば、まあ、ちょっと安いんですけども、やっぱり、ガリガリ削れて1シーズン2シーズン引かずに、履き潰してしまうとなれば、やっぱりコスパ的にはあんまりよろしくないので、ちょっと固めなものを用意するというのは、まあ、得策ではないかなというふうに私は思います。まあ、雪国じゃない方が、例えばウィンタースポーツに行きたいとか、たまに降る雪に備えたいっていうんであれば、まあ、十分なものではないかと思います。まあ、そういう風なタイヤ選びというのは、まあ、結構分からないところもあると思いますけど、私も今回、初めて、ピレリ装着しまして、それまではもう国内メーカーのものしか履いておりませんでした。私18歳で免許を取って、その時が、から2シーズン3シーズンだったかが、パルケンですね。パルケンのその当時の、スタッドレスで、まあ、その次が何だったかな、ちょっと忘れちゃったですけど、まあ、その後が多分横浜とかその辺りだったと思います。で、ここ、15年16、17年くらいだったかなは、もう、まあ、北国の人は分かるかと思うんですけども、まあ、ブリヂストンのブリザックのコマーシャルで雪国ユーザーの、60%、70% が、ブリザックを、履いてますみたいなコマーシャルが流れるんですけども、それに、まあ、そそのかされたところもありまして、ブリザックをブリザックの、レボ1から、レボ1、レボ2で、レボ3は確か VRX になったんだっけかな。で、VRX3 はちょっと高いなと思って、ちょっと二の足踏んで、他のやつ選んで、で、それもまあブリザックのなんかシリーズだったと思うんですけども、その後に、まあ、まあ、カーリー前乗っていた NBOX はカーリースで、タイヤとかも、ステナーとかも、全部パックに含まれているということで、まあ、なんかいい、よさげって言いますか、まあ、適当にタイヤ、冬タイヤお願いしますということで頼んだら、VRX が到着されました。で、着されましたというか、まあ、それがもう来ましたので、でそれを履いてました。で、その後、まあ、この車買いまして、その時に、ローンと一緒に組めますよということで買ったのが、VR
FRX3 なんですけども、まあさすがにそれはまあ全部取れるってなれば10万オーバーすることがまあ確実だと思われますので、そちらの方はちょっと選択肢からは外れてしまうのがまあ実情です。まあ雪道じゃないのに VRX3 というのはまあちょっとというところがありまして、というふうな選択をいたしました。まあ、あとはまあ選択肢に上がったのが、他のアジアン系であればどうなのかなっていうことで、ちょっといろいろ見てみましたけども、結局やっぱり変なメーカーとかですとあんまよろしくないっていう話も見え隠れいたしまして、今回は見送りました。まあ、夏タイヤであれば全然問題ない。でもやっぱり冬というのは結構シビアな部分があるので、それに対応できない場合はちょっと困っちゃうということで、今回はまあいろいろレビューを見た限りで、アイサーシピデリのアイサーシントメリコプラスというものにしてみました。もしこの動画を参考にしていただいて、買われる場合は、別に、試してみる価値はあるかと思います。一応、概要欄に、リンク、私が、買ったものではないですけども、ちょっと、楽天で安いものとかありましてありましたら、楽天会員の方であれば、結構お休め、ポイントもついてお休めになったりすることもあるので、結局トントンとか装着クーポンとか使えたりする場合はそっちの方がお得ということもありますので、ちょっとそちらの方をリンク貼っとこうかなと思ってます。今回はこのような話で締めさせていただきます。今回はちょっと走行音も聞いてもらいたいということで、このようなドラレコ画像、ドラレコ映像に、普段やってないような